おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら、ラッキークラフトのですね、スーパーサミ198、これにね、ボコボコに水柱が立ったっていうのがあるんで、まずはこちらをご覧ください。セラ君、タヌキいるよ。タヌキ、なんでもない。いやー、船長いい流し、国会棒入れ食いだ、入れ食い。船長見えてる。お、サビも出たー、サビも出たー。何でも釣れる時間帯。うー、アマペン大爆発。メガドック頼むわ。よし、ここでまたメガドック対巨大サミーの。船長いい流し、今回のも。へいへいへい。乗り遅れた、乗り遅れた。いや、俺完全に今日はもうダメなパターン。いや、でも夕まずめになってきたんだね。ああ、だからもう3時半、4時半くらいまでがちょうどいい。はいはいはい。4時半過ぎちゃうと暗くなるから、こんな時間。ああ、なんで出ないの。やっぱルアーのサイズがちょっと我々のはでかいね。もう一個小さい方が。後ろにでかいのいっぱいいるってよ。何、そこに来てたけど、このままで見たら。ああ、いや、でもなんとかな。出したいな、メガドックで。俺もこのサミーで出したいんだが。メガドックでも、じゃあ俺も意地でもメガドックって。いや、そう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 。もうただただの意地で。意地意地。後ろ組はでかいのだけ。あー、バカー。船長。またやった。何やってんだよ。ダメだわ。あそこ流されていかねえかな。今日は封印です。あれ、船長のメガドックがサミーで引っ掛ける自分で。まだまだ流されてってない。あ、今平井くんがいいラインに入れた。おー、出た。あー、エビった。お尻叩かれた。楽しい。あー、ダメだ、ずれた。さすが平井さん。おー、よ、ごめんごめん、横で出しちゃった。はい、やっほー、暴れたー、バレたー、すいません。あのメガドックを狙うと釣れるぞ。うおうお、すげえ。うわっしゃ。うお、すげえ。せうわっしゃ。あー、外れたしかもこれランカー混じってそうすね、この群れ。
触れた。あれダメだ。よし来た。船長来たよ。よ。今日2だ。俺今日ルアーしか釣ってない。まだ出るぞ。まだ出るぞ。追ってる追ってる。おー出たー。おー、よーし、船長タモお願いしていいですか。だなかなかにいいやつ、うん、誰かタモを助けてもらいたいですか。いやダメだな、これやべえな。あざーす。はーい、秋っぽくスーパーサミーに来ましたよ。なかなか乗んなかったけどね。イエーイ、店長ありがとうございます。おーい、どうも。70はないぐらいだね。でもいいサイズ、ありがとう。はい、というわけでね、帰ってきたんですけども、これスーパーサミーの198、ラッキークラフトの中でもね、もう抜群に大きいサイズのルアーなんですけども、まあ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 、こういう感じの巨大なアートポーター、ペンシルベイトなんかが活躍するシーズンに突入しているということで、早速ね、いろいろ投げてきたんですけども、今回ね、面白かったのが、たまたまなんですけども、自分がこのサミーの198を投げていて、で船長さんはこっち、メガバスのね、メガドック、これをね、お気に入りで投げていて、計らずしもね、このサミー対、ドック X みたいな感じになったんで、それでね、まあ動画の方もね、そんな感じでまとめてみたわけなんですけども、まあ今回はね、自分のサミーで釣れたよっていうところで動画にしたんですが、先日はね、こっちのメガドックでもね、色は違うんですけども、いい魚釣れたよっていうことで、まあこの時期ほんとね、こういうサイズのでかいね、トップウォーターってのがすごい活躍してくれるんですよね。で、まあ、例えばハンドメイドのウッドのものとかは高かったりするんですけども、こういった大きなメーカーが出している巨大なペンシルベイトだと、なんとかね、4000円を切る、値段とかでね、手に入ることが、できたりっていうことで、そんな感じでね、こういう大きさも似た感じの2本、ね、使い分けについてちょっとつらつらと語っていきたいと思うんですけども、今回使っていた状況だと、まあちょっと魚が深い時はこっちのサミーの少しね、立ち浮き気味の姿勢で、あとこのね、ガショガショ鳴るラトル音、こんなところが魚を上ずらせるのにちょっと効いたかなっていうところで、でもうちょっと違う状況というかね、こっちのメガドックはもう少し水平気味に浮いて、広い、ね、サミーより、ドックウォークをするので、なんだろう、ちょっと、そうですね、こっちが深いところから呼び寄せる、ね、こっちがちょっと水面より少し下の状態で魚がどうしようかなって待機している時、そんな感じを感じ取ることができたら、まあ使い分けていくのがいいんじゃないかなっていうことで、あとこれ音もうるさいので、サーチベイト的に、なんだろう、魚がもう全くどこにいるかわからないっていう時に、こっちを使って、で大体、あ、これは出そうだぞって絞り込めたタイミングだと、結構こっちのメガドックを使うっていうね、そういう使い分けを自分の中では、しているんですけども、なので先日上げた動画だと、キャスティングの浮きカラーのね、メガドックで釣れたような動画を上げたんですけども、実はね、あの前にこの、サミーで、まあいろんなバイトを取ったりとか、今回動画にした1匹が釣れ上がったりとかね、そういうのがあって、で、あ、魚の状態が分かってきたぞってなったら、こっちで水平気味の、誘いで、ね、魚を出すっていうね、こういう使い分けを実はしていたんですね。で、
まあ今年に関して言うとですね、若干その自分が釣りに行くところはこの城のサイズがまだ少し小さくて、サミーね確かこの下にもね大きいけどこれより小さいサイズのね、サミーがあったと思うので、それぐらいのサイズのトップウォーターの方が調子いいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、ただまあこういうのでもね投げていると魚が出てくるんで、まあなんか20センチ近いルアーで釣ったぜとかね、そんな感じが楽しいなと思って、スーパーサミ、投げてみましたがね、そんな感じでまあちょっと垂直気味に浮く、サミーシリーズと、まあ、少し、まあ、サミーよりはね水平気味に浮く、ね、メガドッグとっていう感じの使い分けが、使いやすいんじゃないかなと思います。ね、今回はたまたまね船長が、高切れしちゃったんで、まあ具体的などっちがどうっていうのはね、またね対決は次回に持ち越しっていう感じかなと思うんですけども、船長はね毎日のように船に出てますけども、どんな大きなルアー投げんのかなと思ったら、まあこういうメガドッグね、お気に入りで使っていたんで、まあこれはこれですごい効くんだろうなっていうところで、で、まあ、サミーもね今はねこのサイズがあるので、こういう秋のね、ビッグペンシルゲーム、遊びたい時はラッキークラフトのルアーも選べるよっていう感じですかね。で、使っていたタックルはまあ最近もずっとこんな感じなんですけども、ジーニアスプロジェクトのゴライアスね、ギア比 8.1 のモデルに、天竜のベイブレイズというねシーバス用ビッグベイトロッドっていう感じの竿なんですけども、こんな感じの組み合わせでやっておりますが、ですねこう海で使う場合のポイントなんですけども、こういうね 8.1 対1とかねハイギアのモデルが結構使いやすいかなっていうね、それっていうのが海の場合潮の流れっていうのがあるので、そんな時にねこう流れの向きによっては、ローギアだとですねこの糸のたるみを巻き取っている、シャカシャカシャカって巻き取ってるだけでもどんどん潮に流されてねルアーに近づいていってしまったり、それによって結構ねアクションがうまく出せないっていうことがあるんですけども、こういったハイギアモデルで、結構早めにねそのラインスラックを取って、また自分からラインスラックを生み出すことによって魚がバイトするような魅力的な、まあ、例えばドッグウォークアクションだったり、まあ、水平の、ね、広いねスケーティングアクションだったりっていうのを、作り出すことができるので、以前はね自分もねちょっとね巻き取りの強いローギアのモデルとかよく使っていたんですけども、そうするともう糸をこう巻き取るので精一杯でこうなんだろう、アクションしないんですよね、こうツン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 って感じに動いちゃったりするんですけども、ハイギアモデルでしっかりラインスラックと、あとはパーンっていうね横振りの、スタートになる力が入力できると、こういうメガドッグとかサミーとかねがぜん生き生きと泳ぐようになるんで、海でねベイトリールで釣りするんだっていう時は、今のところはこういった感じのハイギアのもの、あとは今回の場合ちょっとね動画にもね出てましたけども、まあなんていうか船長はねシマノの DC ブレーキ付きのリールを使っていたんですけども、B ラインちょっと細め、あれ 1.55 ぐらいの B ライン巻いてるって言ってたかなに、太いリーダーをつけてやっていたんですが、まあちょっと高切れして一番ここは投げなきゃっていうねタイミングを逃してしまったなんていうところがあるので、自分の場合はこういう、ちょっとしたミスでも高切れしない太めの、まあこれは P ラインの5号入れていて、でまあやっぱりねそのリーダー付きの仕掛けで切れると、そのリーダーを組み直ししたりしてる間に一日の中でもあんなに魚が上ずるのって結構一瞬だったりするので、そういう時にまあ例えば興奮して高切れしてしまってリーダー組み直しでその貴重な人流しをね不意にしてしまうっていうことがないように、こういう感じでもう直結に絡み防止パイプをつけて、まあユニノットで
お手軽なこういうね仕掛け、ただああいう時でもまあ切れづらく、そしてまあもし切れた際でも仕掛けを、新規に新しく組みやすいような、そんな、準備でやっております。何よりもですね、このゴライアスがね、そのまあバックラッシュしないわけじゃないし、トラブルしないわけじゃないんですけども、結構焦った状況でもあの強力な、マグネットブレーキシステムによって、その不意のですね、ああいうなんだろうな、高切れというかバックラッシュによってっていうのがちょっと少ないっていうのはあるんですね。それによって投げる回数が増えるから、まあ、結果超過の方も増えるっていうね、こういういい循環が生まれてくるので、あとは軽いんで手が疲れないんで、こう一日中ねここら辺の超重いね、ルアーを遊び続けるときにこの軽さがねアドバンテージになるとかね、そんな感じなんで、まあどんな感じのタックルでやってみようかななんていう人はですね、まあトラブらなくて海で使えて、そして、比較的軽くて、あとはね太めの P ラインが、しっかりとね入れ込めるっていう、そういう感じで、リールなんか選んでいったらいいんじゃないかなと思います。まあ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 、どうですかね。今回はね、サミーでねもう猛烈な水柱がいっぱい立つシーンが撮れたんですけども、まあはたまたねこういったメガドックとかもね、依然活躍するシーズンなので、さらにねちょっとまだもう少しね、釣りに行けるかもしれないので、1年に1回のお楽しみね、この時期ならではのこういった、20センチ近いね巨大なペンシルベイトで、魚を狙っていくね、ここら辺はどんどん動画の方でもやっていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。まああとね、最近ほんと船橋とか幕張のエリア好調なので、なんかこういう動画みたいな釣りしてみたいとかね、興奮したい自分もなんていう人は、ほんとね林優先ね、そのポイントまで結構近いので、釣りできる時間もね、結果長く、キャストすることができるので、非常におすすめであります。今回もね、一時お祭りっていう感じになってね、もうねとんでもない数のシーバスが釣れたんですけども、まあ、数釣りもできるし、こういった大きなルアーでね一発狙いなんていう釣りも楽しめちゃうので、ぜひですね林優先ね、気になってる人は調べてみてください。というわけで、本日の釣りこう TV は、こちら、ラッキークラフトの超巨大、ペンシルベイトスーパーサミ198、これにボコボコに水柱が立ったよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。また会おうぜ。